ございます。ありがとうございます。天津西パ4連覇5度目の制覇、すごい偉業です。はい、そうですね、はい、いつも、はい、もう本当、1年新春賞から、西パと始まるので、うん、はい、今年も無事勝ててよかったです。プレッシャーなどはありましたか？プレッシャーはないですね。はい、もう馬がね、毎年ちょっとしか勝たないですけど、ゴール板知ってるので、うん、もう今日もしのいでくれてるなとは、はい、思ってました。はい、そうなんですね。じゃあ道中から振り返っていきましょうか。はい、道中は他の角度が結構いい構えを見せたり、それと正面スタンドの前では、はい、ロカフリートが前に変わったというような、はい、ちょっと流れはありますよね。あれどう見ました？そうですね、ね、出てからの感じが、想像してたのとは違ったので、逃げ馬の後ろっていうのが僕の狙いでしたけど、まあ一つ後ろにポジションがなった時点で、まあまずいなとは思いましたけど、ちょっとまあでも、まあこの与えられた位置なんで、もうここで我慢して、あとはもう馬信じて乗るだけだなと思ってましたけど。そうですか。はい、スタート自体は良かったですもんね。そうですね、スタートはまあこの馬ほぼほぼ見せることないので、はい、安心してます。はい、で向こう上部に入って、あ、スタンド前、いやスタンド前はアナウンスして他の角度がまくっていくような形になりましたよね。はい、まあそこもまずいなと思いました、はい、ポジションがずるずる後ろに下がっていってしまったので。はい、そうなんですよね。で結果向こう上面で、はい、そしてひょっとして外から蓋をされて動けないかもしれないというような状況も、はい、考えられましたよね。そうですね、まあでもスタンド前でまあまくりが来た時点でもううちでは、ずっとは我慢できないなと、はい、思ってたので、まあどこかのタイミング向こう上面入って、まあ残りサーロン手前ぐらいから外に出していこうかなとは思ってましたけど、うん、はい、そのようにして動いていて3コーナー先頭に並びかけていきました。もうあの時はどういうような心境だったんですか？そうですね、基本がまあうちを回ってきてロスなく立ち回って競馬上手で、で最後直線外に出して差してくるという形がベストなんですけど、今日はまあね、ごちゃごちゃしちゃいまして、まあ外を回さないといけないという形になったので、やっぱりお釣りがなくなるかもしれないとは3、4コーナー思ってました、ずっと。はい、で直線に入ってやはり他の各馬も足を伸ばしてきますし、狙っている馬もいますし、はい、激戦の様相で直線を迎えますよね。はい、あの時でも、もうとにかく力振り絞るだけだったんです。お釣りはないとはもう思ってましたけど、まあいつもちょろっとだけ買ってくれるので、やっぱりもう肝心な時やっぱり、はい、残してくれてるんで、ゴール板ではきっちり。そうですもんね。はい、なんでまあ大丈夫だろうとは思ってましたけど、はい、その激戦を制した瞬間というのはどういう気持ちでした？まあありがとうっていう気持ちですね。やっぱりもう三島に対して、まあ、毎年毎年、はい、肝心なところちょろっとだけ買ってくれるので、まあ今日ももういつも通りありがとうっていう気持ちだけですね。はい、もうそれが本当この場の強さですよね。そうですね、間違いないです。はい、で吉村知自身もこれで、6度目の制覇ですもんね。まあ5回西パですからね。はい、もうその遠心西パもそうですし、はい、吉村騎士と共にずっと勝ってきたわけですし、はい、もうミスター新春賞というふうに言われていいかと思います。はい、まあ僕はそんなことないですけど、もう本当馬がずっとね、今年9歳ですかね、うん、はい、ずっと3歳の時から重賞勝ってますし、そうね、はい、もうこの時期一番調子上げてきますし、まあ、一時期ちょっと衰えたのかなと思った時もありましたけど、はい、やっぱりそれでもああやっぱり強いんだなっていうところを見せてくれるので、勝負強さと、はい、もう常に感謝しかありません。はい、今年この9歳になりました新西馬にかける思い、この後どういうふうに展望というのを考えてます？そうですね、もうこれ以上って言ったら多分都市的にもないと思うので、あとはやっぱりもうそうですね、もうできる限り無事で、うん、そうですね、走ってくれることを、はい、
切に願ってます、うん、はい、失礼しました。素晴らしいレースでした、はい、ということで一番人気、圧倒的な一番人気に支持したファンの皆様にメッセージお願いします。そうですね、明けましておめでとうございます。今年も園田競馬、はい、無事始めましたし、はい、皆様のおかげだと思ってますし、今年もこうして、ギリギリの接戦を西馬がきっちり勝ってくれまして、皆さんにいいところを見せれたかなと思いますし、まあ、これもひとえにファンの皆様の応援のおかげだと思ってますんで、これからも応援のほどよろしくお願いします。吉村智弘です。おめでとうございます。ありがとうございます。